こんにちは。今日の講義は書籍全英文音声ダウンロード付き TOEIC RL&R テストリスニング0からスコアが稼げるドリルです。この本は TOEIC のリスニングセクションが苦手な人向けに作られたドリル形式の教材です。特に英語のリスニングに自信がない人やいきなり本番レベルの問題に取り組むのは難しいと感じる人におすすめです。この書籍は著者が企業研修や大学の TOEIC 講座で実証した効果的な学習法を取り入れており、基礎から徐々にレベルアップできる構成になっています。まずこの書籍の特徴を簡単に説明します。この本はゼロから始めて TOEIC のリスニングセクションでスコアを稼げるようになることを目指しています。すべての英文音声がダウンロード可能で、スマートフォンのアプリを使っていつでもどこでも学習できます。約3時間25分の音声が収録されており、CD プレイヤーが不要な点も便利です。また、485問の練習問題が収録されており、品質の単語や音変化もカバーしています。さて、この書籍の構成について詳しく説明します。この本は、段階的に難易度が上がるドリル形式で構成されています。最初は基礎知識と解法テクニックを確認するところから始まります。次に、2択のシンプルな問題を解くことで基本を固めます。この段階では英語のリスニングに慣れていない人でも取り組みやすい内容になっています。続いて3択の確認問題に進みます。この段階ではより実践的な問題に挑戦し、正解パターンを体に染み込ませることが目的です。最後に本番レベルの問題に挑戦するチャレンジドリルがあります。ここでは実際の TOEIC テストに近い形式の問題を解くことで実力を養います。このように基礎から始めて徐々に難易度を上げていくことで、無理なくリスニング力を向上させることができます。また品質の単語や音変化を取り入れた問題を通じて語彙力も自然と身につけることができます。さらに全ての問題には解説がついており、間違えた問題をしっかりと復習することができます。これにより理解を深め、次回同じような問題が出ても対応できるようになります。この書籍は特に TOEIC スコアが300点前後の人や英語のリスニングに苦手意識がある人にとって非常に有効な学習ツールです。実際に企業研修や大学の講座で使用され、その効果が実証されています。英語学習において最初の一歩を踏み出すのは難しいかもしれませんが、この書籍を使えば無理なくステップアップすることができます。この書籍の特筆すべき点はパート2に特化した学習方法を提供していることです。 TOEIC のパート2は多くの受験者が苦手とする箇所ですが、この本では品質の問題形式別に解法テクニックを詳しく解説しています。これにより単に問題を解くだけでなく、効率的な解答戦略を身につけることができます。またこの書籍はゼロドリシリーズの一つであり、このシリーズ全体で10万部を突破したという実績があります。これは多くの学習者がこの学習法の効果を実感していることの証と言えるでしょう。英語学習において継続は力なりと言われますが、この書籍の構成は挫折しにくい設計になっています。優しい問題から始まり、徐々に難易度を上げていくことで学習者のモチベーションを保ちながら実力を向上させることができます。さらにこの書籍の利点として、面倒な解説や込み入った練習を避けている点が挙げられます。英語学習に苦手意識を持つ人にとって、複雑な文法説明や難解な解説は時として障壁となります。しかし、この書籍ではシンプルで分かりやすい解説と、繰り返し練習することで自然と力がつく構成を採用しています。これにより、学習者は無理なく、そして効果的に英語力を向上させることができるのです。この書籍を使用することで TOEIC のリスニングセクションに対する苦手意識を克服し、自信を持って試験に臨むことができるようになるでしょう。英語学習の第一歩として、あるいは TOEIC スコアアップのための効果的なツールとして、この書籍は多くの学習者にとって心強い味方となることでしょう。この書籍を活用することで、読者の皆さんは英語のリスニング力を着実に向上させることができるでしょう。特に日常生活や仕事の場面で英語を聞き取る能力が高まることが期待できます。例えば海外旅行や外国人との会話の際に、
相手の言葉をより正確に理解できるようになるかもしれません。また、英語のニュースや映画を字幕なしで楽しめるようになる可能性も高まります。ビジネスの場面においても、この書籍で培った英語力は大いに役立つでしょう。海外のクライアントとの電話会議や、英語でのプレゼンテーションの際に、自信を持って臨めるようになるかもしれません。さらに、グローバル化が進む現代社会において、英語力の向上は昇進や転職の際にも強みとなる可能性があります。また、この書籍の学習方法は、英語以外の学習にも応用できる可能性があります。段階的に難易度を上げていく学習法は、他の言語の習得や、全く異なる分野の学習にも活用できるかもしれません。つまり、この書籍を通じて得られる学習スキルは、生涯学習の基礎となる可能性があるのです。さらに、英語力の向上は個人の自信にもつながります。苦手だと思っていた分野で成果を出すことで、自己肯定感が高まり、他の挑戦にも積極的になれるかもしれません。これは仕事や私生活の様々な場面でプラスの効果をもたらす可能性があります。加えて、この書籍の学習方法は、時間の有効活用にも役立ちます。スマートフォンアプリを使用して音声をダウンロードできるため、通勤時間や待ち時間など、これまで無駄にしていた時間を効果的な学習時間に変えることができます。これにより、忙しい日々の中でも着実に英語力を向上させることが可能になるでしょう。このように、この書籍を通じた学習は、単に英語のリスニング力を向上させるだけでなく、読者の皆さんの人生の様々な側面にポジティブな変化をもたらす可能性を秘めています。英語学習の第一歩として、あるいはさらなるスキルアップのツールとして、この書籍は多くの人にとって価値ある選択となるでしょう。さて、ここからは英語のリスニング力向上について、私の経験と知識を交えてお話ししたいと思います。英語を聞き取る能力を高めることは、言語学習において非常に重要な要素です。しかし、多くの人がこの分野に苦手意識を持っているのも事実です。その理由の一つは、母国語とは異なる音素体系に慣れる必要があるからです。例えば、日本語を母語とする人にとって、英語の L と R の音の区別は難しいものです。これは、日本語にはこの2つの音の明確な区別がないためです。しかし、継続的な練習と適切な学習方法によって、この壁を乗り越えることは十分に可能です。効果的なリスニング力向上の方法の一つは、シャドーイングです。これは、英語の音声を聞きながら、ほぼ同時に声に出して真似をする練習方法です。この方法は、単に聞き取るだけでなく、発音や抑揚も同時に学べるため、総合的な英語力の向上につながります。また、ディクテーションも有効な練習方法です。英語の音声を聞いて、それを書き取る練習です。これにより、個々の単語の発音だけでなく、文全体の流れや意味を理解する力も養えます。はじめは難しく感じるかもしれませんが、徐々に難易度を上げていくことで、着実に力をつけることができます。さらに、英語の音声変化にも注目する必要があります。例えば、連結、リンク、脱落、エリジョン、同化、アシミレーションなどの現象は、ネイティブスピーカーの自然な会話では頻繁に起こります。これらの現象を理解し、慣れることで、より自然な英語の聞き取りが可能になります。実際の会話やニュース、映画などの生の英語に触れることも重要です。教材だけでなく、実際に使われている英語を聞くことで、様々な発音やアクセント、スピードに慣れることができます。最初は難しく感じるかもしれませんが、継続的に取り組むことで、徐々に理解度が上がっていくはずです。また、リスニング力の向上は、他の言語スキルの向上にも密接に関連しています。例えば、リーディング力が高まると、基地の単語や表現を聞き取る能力も向上します。同様に、スピーキング力の向上は、発音の改善につながり、結果としてリスニング力の向上にも寄与します。このように、英語のリスニング力を向上させるには、様々なアプローチがあります。重要なのは、自分に合った方法を見つけ、継続的に取り組むことです。短期間で劇的な変化を期待するのではなく、日々の小さな進歩を積み重ねていくことが、最終的には大きな成果につながるのです。そして最後に読書で勉強も大事ですが、
美容と健康管理も大切です。なぜならどれだけ知識を蓄えても体が健康でなければその知識を十分に活用することができないからです。健康な体と心を維持することがあなたの人生を豊かにするために欠かせない要素です。そこで今日はライザップというプライベートジムをご紹介したいと思います。ライザップは単なるダイエットを超えて健康管理にも特化した非常に優れたサービスを提供しています。特徴の一つとして専属トレーナーによるマンツーマントレーニングがあります。これによりこれまでダイエットやジム通いが続かなかった方でも継続的に取り組むことが可能です。トレーナーがあなた専用のプログラムを作成し食生活やメンタルのマネージメントも含めてサポートしてくれます。これが非常に重要で健康的な体を維持するためには適切な運動だけでなくバランスの取れた食生活やストレス管理が不可欠だからです。さらにライザップでは30日間無条件全額返金保証がついています。これはサービスに自信があるからこそできることであり、もし満足できない結果であれば全額返金してもらえるので安心して始めることができます。また1日50分週に2回の無理のないトレーニングが提供されるため忙しい方でも無理なく続けられるでしょう。無料カウンセリングも行っており、自分に合ったプログラムを見つけるためのサポートが充実しています。さらに完全個室のプライベートな空間でトレーニングを行うため他人の目を気にせず自分のペースで集中して取り組むことができます。これは他のジムではなかなか得られない特別な体験です。これにより精神的にもリラックスした状態でトレーニングができるのでより効果的な結果が期待できます。ライザップのもう一つの魅力は無理な食事制限がない点です。食べられるダイエットとして健康的に痩せることが可能です。栄養バランスを考慮した食事指導が行われるため無理なく続けることができリバウンドしにくい体作りができます。これにより理想の体を手に入れるだけでなくその状態を長く維持することができるのです。ライザップが提供するパーソナルトレーニングジムはテレビ CM でも話題になった結果にコミットするというフレーズで知られています。その名の通りあなたが求める結果を達成するためにライザップは全力でサポートしてくれます。健康的に痩せるだけでなく心身ともに健やかでいられるようなトータルサポートが提供されるためあなたの生活全体が向上することが期待されます。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。